どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回もパルワールド、楽しくやっていきましょうということで、ちょっと楽しくやっていきましょうとは言ってるんですけど、申し訳ございません。ちょっと一つ謝罪があります。今画面に出しておりますソルレイスですね、捕獲ボーナス15の1となってしまってます。と動画内で、動画をなんだ収録内で、基本的にはシンパルを捕まえるって言ってやってたんですけども、ちょっとうっかり襲撃を対応してる時に捕まえてしまいまして、思わずボールを投げてしまったっていうところなんですけども、それで捕まえることができてしまいました。はい、申し訳ございません。はい、ということで、気を取り直してやっていきたいと思います。で、裏作業等っていう話をしてたんですけども、レベルが3つ上がってます。40から43かな、なんで上がっておりますので、ちょっとこの分のステータス強化をしていこうと思います。攻撃にしか振らないんですけどね、これ本当は多分他に振った方がめちゃめちゃ楽だと思うんだよね、きっと。なんですけど、今回はちょっと縛りチックなところの一つとして攻撃に入れてます。攻撃が縛りっていうのもあれなんですけども、そんな感じです。で、ボールとかは鉄をいっぱい取って精錬貴族作ってとか言ってやってて、ボールいっぱい作れてますので、ちょっと今回はこのボールたちを使って、旅に出ようかなと思います。冒険の準備ということで、レベル上がってますので、その分解放していこうかと思います。このグレネードとかはいいけど、そうだね、このあたりかな。体感精錬金属アーマーと電気キッチン、ちょっと気になるかなと思います。調理がより早くなるよってことですしね。で、体感精錬金属アーマーは、今使っている精錬金属アーマーの、上位互換。上位互換なのかな。ちょっと防御力上がるかどうかわかんないけど、少なくとも体感と書いてあるので、寒いところでも使えるようなものにはなってるかと思います。そして、42レベルの列ですね、作業ライン工場2ですね、ちょっとこちらをオープンしていこうかと思います。ちょっと他は現状困ってるところはないので、一旦こんな感じでいこうかな。次43テラシールド、これも欲しいね。しかも作れるということで作っていきましょう。これもね、あと電気制約台、ちょっとこれ作るかわかんないけど、現状制約系あんまり求めてるものはないので、一応開けておこうかなぐらいにしましょうか。結構ポイントあるから開けていってもいいんだけどね。電気ヒーターと電気クーラーも開けとくか。一応暖房冷房必要になるかもしれないから開けていこう。そんなところかな。はい、ショットガンとかは必要になったらそのタイミングで、オープンするみたいな、いつものね、武器系はいつものその仕組みでやっていきます。で、早速武器ライン工場2を作りたいんですけども、電気基板がなくて、電気基板ってこれか、電子基板か。電子基板ってピュアクォーツっていうアイテムがいるんだよね。ポリマーは手に入れられてるというか、作成できてるんですけども、ピュアクォーツ今まで見たことなくて、ちょっとピュアクォーツを見つけるたびに、行こうかと思います。まだ見ぬところにあるのか、既存のところにあるのかわからないんですけども、一応基本的には新規開拓もしつつ、見える島を基本的に行こうかなと思いますので、まず火山の方からかな。この火山エリアを一旦見切りたいね、正直なところ。もともと用意しておりますこちら耐熱精錬金属アーマーですね、ちょっとこちらを使っていこうかと思います。そして今のうちに先ほど解放した体感精錬金属アーマーも作ってもらおうかなと思います。こんな感じかな。さあ、そして、クルリス層の捕獲力アップもできてるので、溜まってるので、ちょっとこちらも開けておいて、いろいろパルを捕まえて重ねてとか言ってやってるんですけども、そのうちの1匹にヘルガルダがいまして、ホークインからヘルガルダに乗り換えました。飛行パル、ヘルガルダを重ねたんですけど、ホークインより足が速くて、すごい良かったんですよね。多分お腹めっちゃ減るんですけどね。なんですけど、新速も持ってるヘルガルダがいたので、ちょっとそのヘルガルダを重ねて、今星2まで行ってます。冥府の翼3ということで、かなり速いペースで、飛べるようになってますので、ちょっとこの子を使っていこうと思います。あと、スタミナも結構持ちますね。これ、ダッシュなしの速さがこれです。ダッシュ間と、こんな感じですね。かなり速い。ホークウィンよりも速かったかな。1.5 倍とか、そんくらいの速度感だったので、感覚的にですけど。ちょっとこれを使っていこうと思います。さあ、ということでやってまいりましたのは、黒曜火山とありますが、この滅びた城塞都市ですね。こちらにやってまいりました。ここから、ヘリに沿ってっていうんですかね、この島の縁に沿って、まず島の外郭を把握するために、ぐるーっと回っていこうかなと思います。島の外郭回ってるときはあんまり大きな発見とか基本ないと思うので、飛ばし飛ばしになると思うんですけども、動画上は。そんな形で、進めていきます。いや、前回この辺り暑かっただけに、こうやって普通に昼でもね、日中でも闊歩できるのかなりありがたいですね。耐熱精錬金属アーマー様様ということで。ん?めちゃでかいな。これ何?これあれか。この辺りから見たときにも見えた。こっからかな。この辺りから見たときにも見えたやつかな。多分この辺りにあるんかもね。マーカーの位置だいぶ違ってたんかも。
こんな感じかな多分。これ消しとこう。ここもいつか行ってみたいなぁ。なんか各所にあるよね。いろいろ見てみたいですね、こういうのも。わ、バカでかい壁があるぞ。これはちょっと乗り越えていくしかないか、さすがに。わ、木もあるんだよなぁ。あの、巨大？大木？大樹もあるから気になるよね。え、待って。ジェットラン。この先にいるらしい。ちょっと顔だけ見ていくか。どんな面してんのか。マーカーに、アイコンに出てはいるけど。あ、いた！レベル 50! 伝説の流星竜。1万じゃん、HP。やばない？えぐいなぁ、これ。普通のパルたちってどんくらい？待って、なんか来てる。ちょっと待って、逃げろ。まずい！バレてない？あー、バレてない。よかったー。ちょっと逃げよう、一旦。50はさすがにかなわんて。いや、危なかったね。チョロ像とかだって2000だもんね。この辺りが普通ってことでしょ、多分。1万か。ちょうどパル5体で、なんとか戦えるって感じなのかな。何あれ、シャーマンだ。シャーキットの仲間かな。26?26 だったら捕まえれるか。ちょっと一回チャレンジはしてみてもいいかもしれないな。火でしょ。チョロ像だな、ここ。あ、余裕かも。どのレベル帯だろう。ギガスフィア、メガかギガで捕まえたいよな。いけ。一匹だし、こいつ。シャーマンダー集団だからな。マジ危ないわ、あいつ。こいつならいける。あ、倒しちゃうかも。あー、倒しちゃった。じゃあ、残念。え、なにこれ？イグニクス？ちょっと待って。出てくるね。火山だからさ。やっぱチョロ像だね。さすがにギガスフィアかな。30何レベルとかだと。チョロちゃん頼め。地面技は別に効か、めっちゃ強くないこいつ。地面ってさ、そんな効かないはずだよね。あ、いいぞ。かなり効いてる。僕の攻撃も全然効かねえわ。チョロちゃんに基本攻撃任せた方がいいまである。このところか。ああ、やりすぎ、オーバーキル。お、ダブルシャーマンダーいるやん。ほっ。レッツゴー、チョロちゃん。待って、熱い、そこ。違う、そもそも、チョロゾーが溶岩の上に行くのは良くないんだ。いや。熱いんだよ、きっと。どう？キツネビ。ああ、いい削り具合だ。ちょっとメガ、いて、よそ見してた。メガで削ってこう。10%か。いてえ。あ、ギガスフィアでも35あるな。35あれば余裕だと思うけど、何回か投げて捕まえていこうぜ、ちゃんと。よしよしよし、捕獲。あ、待って。2匹目。こいつもゲットしきりたいところ。よし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 。オッケー。完了。あー、よかった。シャーマンダーゲットです。え、何あれ？待って、極炎王だ。うわー、捕まえれるか？キャ37、ちょっと高いな。ちょっと高いなと思ったけど、チョロゾウ38らしいけるか。いけ、チョロゾウ。捕まえていこう。この火山地帯ギガスフィアで多分なんとか捕まえれそうだな。大体。あぶねえ。ちょっと距離取っててよかったな。水技使ってくれ、チョロゾウ。あ、いい減らし具合。待って、8%。え、テラスフィア、こいつ。もしかして。テラスフィアレベルってことか。20% だね。テラスフィアが適正なんだ。へえ、強。よし、極炎をゲット。よし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 。お、ホストトラベルあるよ。よかった。よしよし。とりあえず、ここで一息って感じか。イエーイ。え？カバネノリ、ここにもおんのか。レベルちょっと高いよね、ここのカバネノリ。なんか火山から砂漠地帯に変わったっぽいね。トドドドンがいるわ。あれってさ、ボスに鉄じゃね？辻斬りじゃん。こんなとこにもいんのかよ、辻斬り。あ、お、イグニクスいるじゃん。これ捕獲か。待って。
筋切り、ちょっと待って、37はさすがに高すぎか。ん、ダリザードだ。フェルゴートもいっぱいいる。え、ムラクもいる。この辺なんかボス系多いな。すごー。イグニクスいますね。これ捕まえたいな。チョロちゃんいけるかな。オッケーオッケー、当たった当たった。あ、もったいない。危ない。あ、いいね、この削り具合。ほっ。あ、17%。全然可能性あるな。よしよしよし、イグニクスゲット。え、あれ集落じゃない？え、あれもある、ファストトラベルもあるぞ。花の菊自警団、果ての漁村、果ての漁村か。へえ、やば。よしよしよし、こんなとこにあったんだ。わ、普通にもうちょっとで着いたな、これだったら。こんにちは。海賊とかなんだ。普通にここの方なんですね。この惑星の方なんですね。惑星？ああ、流星？ジェットランのことじゃないそれ。もしかして。早かったし。放浪商人だ。あ、アンダーウェアとか売ってるやん。え、銃の弾も売ってる。へえ、そうなんや。こんにちは。きっとパルテ。何パルテって。パルテってなんだ？パルテノン神殿？火山の頂上の塔、ああ、そういうこと？そうなんだ。はい、こんにちは。へえ、硫黄くれました。硫黄別に取れるからいらんけどね。火山で取れるし、なんだら。そういえば、このパルワールドって釣りの要素今んとこないよな。出てきたりするんかね。いつか出てきそうだよな。こういうさ、サバイバル系には釣りつきもんだよね。こんにちは、パル商人。合法パル商人って、カバネ取り好きやね。ボルカノン。マジか。いいね。こんにちは。競争。話をしてる。あ、え、こっちにもいる。アイテムの人か。技の実売ってるけど。メガスフィア売ってんじゃん。あ、上質なパルミルも。え、結構いろいろ売ってんね。すごいな、ここ。ありがとうございました。あ、待って、このとこにある。古代文明跡地。マジでファストトラベル楽だからな、移動が。本当に楽だからね。このさ、道の先なんかありそうじゃない？砦？こう、門みたいになってるし。一応これで一旦一通り描けたから、あとはな、内側かな？多分。内側行けばなんとかなりそうだね。ちょっと門のところ気になるし、これついてってみよう。門についてったら鉄がめっちゃあるわ。すごー。鉄鉱脈教えてくれるよ的なあれではないだろうよな。さすがに。でもここで途切れているようだ。さっき行けないよね。なんでだろう。何のためにあるんだ。まあいいや。じゃあこの黒い空間を今度は埋めていくように移動していこうと思います。お、サラブラックいる。37。いけるか、チョロゾ。君ならいけるか。マジ、序盤のパルとほとんど一緒にいるのすごいよな。結構こうやって終盤まで戦ってくれるのありがたいよね。頑張れ、チョロゾ。負けるな、チョロゾ。こっちにも攻撃してこい。サラブラック。いいぞ。19%、20%、いける。イグニクスもこれでいけた。よし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 。いけたっしょ？サラブラック来たー。あー、深淵王37だし、いけそうかな。チョロゾーで殴ってみよっか。君ならいける。いけいけ、チョロゾー。負けるな、チョロゾー。大丈夫大丈夫。あ、かなりいい。ほっ、いいね。だいぶ減らしたぞ。
あーよし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 、やっと捕まった。結構鉄あんな、この辺かな。結構鉄多いねここ。